はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今から FGO の動画撮っていきたいと思います。今回はニトクリスについて運用と解説やっていきたいと思います。第一スキルからやっていきましょう。絆は10になってます。で、まず第一スキル、即死不要成功率をアップと HP 回復ですね。まずやっていきましょう。まず第一レベルで、即死率が 50% アップ、レベル6で、75%、 レベル10で 100% アップいたします。で、回復に関しては、1000回復、レベル1で1000回復、レベル6で2000回復、レベル10で3000回復いたします。ただ、これに関してなんですが、即死不要率成功率即死不要成功率アップで 100% なったら絶対死ぬのっていうわけではございません。あのサーバント相手とかだった場合ほとんど入らないんで、即死に関してはどちらかっていうと雑魚的相手に使っていくっていう感じかな。そんな感じだね。どちらかっていうとね、この即死はね、不要率に関してはサーバント、シャドウサーバントは除くんだけど、サーバント以外の相手で使うって考えた方がいいかもしれません。で、高速進言ですね。高速進言に関してはもう言わずもがな超強いね。レベル、NP をものすごく増やす。レベル1で 60%、 レベル6で 90%、 レベル10で 120% 増やします。で、レベル8にすることにより、100% 貯まることになるんで、2回連続で宝具を打つことができるっていうので強みがあります。ただ注意が必要です。ニトクリスね、強いんですよ。第3スキル言った後にしよう。第3スキルに関してはもう全然使ってないんで、ほとんど放置してるんですが、弱体状態をまず解除と、自身にガッツ付与3ターンで、ガッツの体力なんですが、レベル1で 1000%、 レベル6で 1500%、 レベル10で 2000% 回復するんで、どちらかっていうと死にかけた時に一応打っとこうかなって感じだね。あとは弱体化されてる時に解除するために打つ。どちらかっていうとなんか弱体化解除メインの方がいいかもしんないね。で、この第3スキルと第1スキル合わせると5000回復するんで、半分持って帰ってくるのかな。割といい感じっちゃいい感じだけど、そこまで第3スキルはね、あんま使わない。ニトクリス自体どちらかっていうとね、みんな周回で使うんだっていう人が多いと思うんですが、そういうのがあって、あんまりガッツ状態を付与すること自体あんまないかなと思います。ただ、10%。 はい、すいません、カットしてきました。で、俺がね、高速進言の時に何が言いたかったかっていうと、他のサーバントではあんま素材のこと言ってなかったんですが、ニトちゃんね、素材めっちゃ食うよ。レベル8にするぐらいだったら割と簡単なんだけど、レベル4から5の時に愚者の鎖36本持っていくんだよね。36本ってどれぐらいかっていうと、キャメロットの死の他かな、心ないものをね、割とすごいスピード、50周じゃ足りないね、100周ぐらいしてやっとゲットできるぐらいなのかな。どれぐらいだろう。鎖に関してはね、ちょっと必要数がね割といるんで、それもあってちょっとスキル上げしにくいんじゃないかなと思います。それとね、ページと心臓も使うんで微妙っていうか、ちょっとってなったりするかもしんない。で、ここからなんですよ。レベル8で9にするために心臓6個、心臓6個はいいかなって思うんですが、胸骨60個持っていきます。胸骨60個ってどれくらいかっていうと、本当に冬木マラソン1日中してやっと終わるかなぐらいのやつなんで、やばいですよ。これをねレベル10にするにはね、この鎖36個、上のスキルだけ上げるってなると、合計72個と骨120個必要なんで、スキル上げが辛い。あとね、やっぱね、周回のサーバントにしようって思うとスキル上げしないといけないんで、スキル上げ前提のサーバントなんですよね、周回するにしても。っていうのもあるんで、始めたばっかの人とかが、ニトクリスって周回で使えるんだ、やったー、NP 宝具2回連続で打てるのってなった時に、打てますがスキル上げをしないといけないっていう時点で、相当苦しいっていうのと、愚者の鎖だったっけで、キャメロットが一番最高率がキャメロット行かないと落ちないんですよね。そうなるとイベントで鎖を結構集めるのって割ときつい可能性があるんで、
やっぱどちらかっていうとちょっとスキル上げ前提サーバントっていうのもあるから難しいっていうのもある。であとね、まあ、あの宝具に関してなんですが、宝具1でも運用できますかとかいろいろあるんですが、運用できます、レベル10にもうスキルレベルね、てか絆10になってるぐらいずっと愛用してたんで普通に使えますっていうのであるね。で、宝具に関しては、これ強化クエあって、強化クエすることによりあれ宝具威力が上がるんで、まあ強化するのは必須って感じだね。で、確率でオーバーチャージのやつで、即死上がるんですが、オーバーチャージ1で 50%、 2で 62.5%、 3で 75%、 4で 87.5%、 5で 100% なんですが、まあ 100% だからといって絶対死ぬというわけではございません。で、クリティカル発生率ダウンに関しては 20% 固定です。ただ 20% ダウンするのって相当強いんで、まあ普通にいいんじゃないかなと思います。ではまあやっていきますか。あーで霊装に関してなんですが、どちらかっていうと2とはもうクリティカル威力アップっていうよりも宝具威力を上げる、もしくはアーツ性能を上げるっていう感じの方がいいんじゃないかなと思います。うん、そうだね、宝具威力とアーツ、クリティカルはあんまりって感じかな。もともとキャスターっていうので攻撃力補正かかってるっていうのもあるし、まあアーツチェーンしてった方がね、宝具バンバン打てたりするんで、まあこっちかなと思います。あと魔性菩薩に関してはオーバーチャージ上げることができるんで、ニトちゃんと割とあったりする、あったりというか普通に強いんでおすすめですって感じかな。他で言うとクリティカルとかそこら辺のはいいし、やっぱ NP 獲得量、アーツ性能、防御威力っていう感じでいいんじゃないかなと思います。魔性菩薩に関しては除きますって感じだね。では、やっていきましょう。場所はどこかというといつも通り同じ日に撮ってるんで、ネロ祭の王者級です。一気火星に畳みかける。はい、ではやっていきましょう。もうねめんどくさいんで、あのニトクリス自体の火力に関してはそこまで出ません。どちらかっていうとこの即死があるおかげで周回サーバントになってる。で孔明を付け加えることでさらに周回効率が良くなるって感じなんで、まあ宝具威力に関してはねめっちゃ出るとは思わない方がいいと思います。で、まあ宝具ですね。できたら次のターンアーツにしたかったな。あ、即死入らなかったね今回。まあといってもね、こういう感じで即死入らないことは多々あるんで注意が必要です。ただ、アーツ性能見てもらったら分かるんですが、相当ねあのニトクリスいいです。普通にエクストラアタックも込みで結構溜まってくれるんで、まあ、割と強いというか、普通に NP 効率いいじゃん的なサーバントです。いくぞ、気が合いますね。で一応もう一回フォーグ打つこともできますね。まあ、これがフォーグ2になってたら、相当威力も上がったりするんで、まあ変わったりするけど、まあ宝具1で十分じゃないかなと思います。ここコマンドシャッフルします。変わってない。お望みとあらば。で、アンプネジタ打ちます。屍の暗黒のアンプネブチャージュレミュイント。あ、今回即死入らないな。本って即死率あんま入らなかったっけ。まあただ、火力としてはこんな感じですね。あ、ガッツとは。ただ、ここの強みですね、ニトクリスの、またフォーグ打つことできるんで、まあ、相当 NP 効率に関してもいいし、フォーグ打ちすることもできるんでいい感じですね。屍の暗黒の。あとニトちゃんのねいいところって、この宝具打った後に多段ヒット式なんで、あの NP リチャージが割となってるっていうのがあるんですね。NP のやつ見てもらったら分かるんですが、 20% まで溜まってますね。わあ、ニトクリスで殴り合いよかった。まあいいか。まあこんな感じで一応ね、あの打ち漏らした時もこういう感じで即死してくれるっていうのもあるんで強いんじゃないかなと思います。ただやっぱね、サーバント相手になると微妙だな。
あの種火の場合もっともっと即死入るんで、時間が余ったらちょっと種火刺さっていきますか。聞き仕方ありませんね。ただやっぱ即死入らない敵だとこういう感じで少し下っちゃうのがちょっと残念じゃが、こっちからすごい入ったな今。どうした、何かしてみせよ。今回思うんだけど、なんか竹集中でも入ってんのこいつら、すげえ思ってしまった。あとこれですね、やっぱダメージ食らった時にね、エジプト魔術でまた体力回復することができるっていうのも強みなんで、まあ、やっぱ普通にミトクリスに関しては耐久もできるし NP 効率もいいんで、うん、けど耐久要因でこれを入れるかって言われると微妙だな。やっぱ周回が安定なのかな。暗黒の扉、あ、けどただあれですね、ネロサイとか超高難易度で防具ガンガン撃ってもらいたい時とかに使うと割と良さそうで、 NP 効率というか敵のクリティカル発生率ダウンさせてくれるんで、まあ、相当デバフ要因としても使えるね。はい、ということでやってきました。ヒラメです。カットされてると思いますが、まあここでね運用した方が割と分かりやすいと思うんで、もうチャチャってやっていきます。で、敵にライダー相手いるんですが、まあ、ライダー相手いる時にね、バスターとかそこら辺のねダレイオス君とか、まあ、バサカ持っていくとねすごいね変わるっていうのと、これオーバーチャージ 300% の状態にしてるんで、まあ、割と即死が入りやすい。やっぱりねライダークラスだとあんまり入らないことが多いかな気持ち。うん、危ね、直帰しちゃった。ただニトクリスの強みっていうのも多分ここら辺で分かるんじゃないかなと思います。できたらねライダーの方にも入ってほしいっていう時に自分がたまにやる方法なんですが、こうやる感じ、もう先にちょっとだけ削ってもらうっていう、ちょっとだけね。でここは 100% なんでさっきと同じ状況です。ただやっぱ防具2連続できるっていうのが強いっていうのと、なんで無傷のやつだけ即死入ってんって今すげえ疑問に思ったけど、まあライダー相手でも即死はするしって感じだね。はい、まあけどやっぱ強みって言ったらこんな感じなんじゃないかなと思います。やっぱり普通にこれだけでライダー相手に関しても即死たまに入れてくれるんで、まあ、バーサーカーが割といると安定して火種周回も3ターンとかで2ターンとか回れる可能性あるんで、ただスキル上げがね辛いからそこだけは注意必要です。あ、周回でダレイオスおすすめします。あの最後の火種ねノーバフでワンパンしてくれるんでおすすめですよ。こういうねこういう地味なことをね宣伝していくから、星さん大好きだ。星さんが大好きだからこそやっていくっていうね。まあこういう感じでもね、種火に関しても簡単に周回することができるんで、まあスキル上げを頑張るっていうのを前提だった場合ニトクリス選んで周回ガンガン回していくっていうのもいいんじゃないかなと思います。それ以外で言うとあれだね、自分が周回で使ってる狂乱スロットの方が割とやりやすいかもしれないね。まあ NP 効率に関してはやっぱニトクリスが勝つんですが、まあクリティカルとかその他もろもろ入れるとやっぱりね火力的に言うとランスロットの方が出るんで、まあどちらもいっちゃいいかな。まあちだった場合スキル上げあんましなくていいっていうのもあるしね。まあただ再臨させないといけないのが、まあ全てにおいて全員再臨させるっていうのが条件だから、まあ注意が必要だね。ということで、まあニトクリスについて喋ってまいりました。まあこんな感じです、ニトクリスの使い方に関しては。普通にあのライダー相手だから即死が入らないというわけでもございませんし、まあ、あの威力に関しては下がっちゃうんですが、まあ割とゲットできてスキル上げもすることができたら本当に周回サーバントとして、ん、周回パーの一員として簡単に入っていくんじゃないかなと自分は思います。ということで、今回ここで終わりにしたいと思います。最後まで見てくれた皆さんご視聴ありがとうございました。次回も FGO の動画撮っていきたいなと思いますんで、どうぞよろしくお願いいたします。それじゃあバイバイ。最後までご視聴していただきありがとうございます。チャンネル登録は右上の登録画面か下の赤いボタンをクリック。再生リストは下の説明文から。
おすすめの動画は左の画面に表示されます。それではここまで見てくれた皆さん、ありがとうございました。